ウンベルトビダル爆発事故は、1996年11月21日、プエルトリコサンフア安シリオピエドラス地区にある、ウンベルトビダルの靴店で発生したガス爆発事故のこと。この爆発により建物が崩壊して33名が死亡、80名以上が負傷した。この事故は、この島で発生した最悪の災害の一つだと考えられる。 爆発は1996年11月21日8時35分頃、サンフアンシリオピエドラス地区の賑やかな商業地域で発生した。ビールウンベルトビダルの靴店、宝石店、音楽店とウンベルトビダルの本社が入居する6階建ての建物が壊滅的な破壊を被った。初動捜査では、 爆発はテロリストあるいは放火犯が爆弾を仕掛けたことによるものと思われた。しかし、爆発物の痕跡がなく、また放火犯が使用したと思われる可燃物も発見されなかった。当時、アメリカ合衆国のビル・クリントン大統領は、プエルトリコを被災地に指定し、被害者を助けるために、連邦政府による援助を保証すると,とともに、国家運輸安全委員会の調査を開始した。 演論社が所有するサンファンガス会社はガス爆発が発生した時爆発現場となった建物へのガス供給を行っていなかったとして一切の責任を否定した最終的にこの事故により33名が死亡し80名以上が負傷した犠牲者のほとんどは爆発の瞬間に建物の中にいたがビル周辺の通りにいて犠牲になった者もいた爆発の後 犠牲者の遺体は近くのラミラグロサ教会前に位置する歩道に安置され、その教会の数奇教であるルイス・アポンテ・マルティネスにより、臨重の人への最後の秘跡が行われた。国家運営安全委員会の調査により、数人の人々が事故に至るまでの数日間、建物内でガス漏れが発生しているのではないかと報告していたことが明らかとなった。店舗には、 ガスの供給がなかったので近くの別のガス管からガス漏れが発生していたと思われた。調査により空気より重いプロパンガスを供給するガス管が破損していたことを発見した。数年前、水道管本管がガス管の元に配管されたが、その配管作業でガス管が曲げられた。ガス管が設置された時、すでに急激な曲げがあり、さらに、 曲げストレスがかかった状態となった。よって、水道管本管の設置がガス管の破損につながったと思われる。漏れたガスはガス管の周辺あるいはその上部から移動し、店の地下に入りそれがガスの悪臭の原因となった。しかし、最大の問題はガス会社の技術者が爆発する前にガスを検出することができなかったということであった。 調査によると、ガスが地下約 120cm に存在していたのも、かかわらず、ガスを検出するために使用した穴の深さがわずか 46cm であったことが分かった。そして、最大のミスは、地下でのガス漏れの検査にあった。技術者は建物に入る前に、新鮮な空気の中で検査機器をオンしなければならなかったが、その時は建物に入ってから機器をオンしていた。 そのためガスを検知することができなかった。空調スイッチにより因果し、建物全体が骨格を残して吹き飛ばされた。三半ガス会社は責任を強く否定し、下水道で発生したガスによって引き起こされた可能性があると示唆した。だが、下水道で発生したガスは空気より軽く天井に溜まるが、一方、空気より重いプロパンは床近くに溜まる。爆発により、 商品の靴が上に吹き飛ばされていたことから事故の元となったガスが地上にあったことを意味した。上向きに曲がった針からも爆風が下から来たことを判断することに十分であった。サンファンガス会社は被害者の家族や被害を受けた企業のオーナーらによって訴えられ、その件数は計1500件に上った。裁判の過程を通じて企業は不法行為を認めなかった。 すべての訴訟のうち725件が裁判外で和解し、101件が会社に責任を認めた判決が下された。残りの訴訟は2002年に28万ドル支払うことで決心した。会社の研修についての批判に対し、税制することを約束した。サンフアン氏の決議により、リオピエドラス地区のすべてのガス管は、さらなる悲劇を避けるために撤去された。 爆発の現場は、現在犠牲となった人々を忘れないための壁画が飾られている。ありがとうございます。